こんにちは。これなんか後ろにすごい旭日のなんか旭日旭日、はい、これ趣味でつけてる。あ、大正規にボンジョ。わかりました、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。まあフリードモーフナビゲーションね、この旭日旭日よろしいでしょうか。はい、ここは国民の地域でしょ。国民の地域でしょ。国民の地域地域。ああ、だからどちらに帰る。自由に歩くことができるでしょ。どこに来る。この辺にやるために許可が必要ですか。あ、いや、許可がいらないでしょ。だから問題ないでしょ。どこに今こっち取って、故郷まで歩く、散歩したいと思っています。歩く散歩取るだけ。旭日旭日、こっちだけ見ただけなんでこんなことになるんですか。ああ、それはね、あの警察官が普段ついてるんですけど、何もしてないでしょ。看板とかスピーカーとか抗議活動何もしてないでしょ。何もしてないでしょ。一緒に来なくてもだよよ。うん、取るだけですよ。取るだけですよ。だからあと、それでスピーカーとか看板何もないでしょ。見ればわかるでしょ。で、あ、カメラ。カメラ。今撮影してます。ああ。僕は休みの日散歩するときいつもカメラいろいろ。ああ。だからこれも憲法国民に保障する基本的人権の中を一つでしょ。だから問題ないでしょ。私悪いことしないでしょ。全然大丈夫だと思います。はい。ああ、今聞いてるんですけど、どうなんだろう。いや、どうぞ、よかったら階級上の人呼んで先生、うん、問題ないよ。僕がね、OK って言うまだ言えないんで、今聞いてるんで、ちょっと届きます。あ、待ってます、先生問題ないよ。コミュニケーションあれば先生の、うん、の全然申し訳ないんですけど。大丈夫、大丈夫、先生問題ない。これ、ここで止めて、初めてじゃないから。あ、いつも取られてます。なあ、1回です、2回、3回ぐらい。ああ。先生問題ない、うん。コミュニケーションあれば一番ベストだから。うん、申し訳ないです。もう大丈夫、大丈夫、先生、私怒ってるわけないから。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、お気をつけていきます。ご苦労様です。頑張ってください。